はいどうも、MS スタジオの M です。さて今回は色モネ屋の時間です。演者3人はステージ1から3をやっていただきます。ステージ1、2はそれぞれ別の人を笑わせたらクリアとなります。ステージ3は2人を笑わせたらクリアとなります。ジャンルは一発ギャグ、モノマネ、モノボケ、サイレントの4つから選択していただきます。無事ステージ3までクリアできた人には豪華賞品がもらえるかもしれません。それでは VTR どうぞ。では始まりました。エントリーナンバー1、挑戦者は M。 さてお題は何を選びますか？サイレント。おー、いきなりサイレント。サイレント。ファーストステージは私マニョだけ笑わせることができたらクリア。制限時間はすべて1分以内で測っていきます。それでは M のサイレント、よーいスタート。ということでステージ1クリア。あのね、見えてないと思うんですけど、ここに照明があるんですよ。これがね、グラングラン揺らしてて、俺これが起こってこないかってずっと不安だった。それでは M のセカンドステージになります。残っているのは一発ギャグ、モノマネ、モノボケ。 M さんどちらをやりますか？モノボケだね。モノボケを選択。はい、セカンドステージは不歴を笑わすことができたらクリアです。それでは M さん準備ができたら行ってください。また目元でやってみるか。はい、じゃあ不歴を笑わすことができるのか、位置について、よーいスタート。いや、思ったより気分気分浮かないとダメだな。ちげえな。慎重に選んでいきますね。あぶね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 、なんか出てきたし、まあいいや。投げづれえなこれ。ほい、さすがに違うわ。モンスターボール、なかなかあれだな。おてる、おてる使いねえぞ。終了。おてる使いねえぞこれ。終了って、モンスターボール投げただけじゃねえか。しかも野球のフォームで投げる。ということで M セカンドステージアウト。チャレンジ終了になります。感想をどうぞ。サイレントもそうなんだけど、マジでどう動くか出てこない。でなんでファーストできたんだ、2くらい。結構パワー系だったよね。もう暴れてるだけって。力技で、力全部力技。続きまして挑戦者フレキ。はい、ファーストステージ何をやりますでしょうか？ステージ、帰ってもいいですか？やらないでください。じゃあモノボケで行こうかな。モノボケ、いきなりモノボケ。ではファーストステージ不歴、モノボケ、マニョンを笑わすことができたらクリアです。準備はよければ行ってください。はい、大丈夫です。それでは位置について、よーいスタート。じゃあね、とりあえずまずはどうしようかな。ポケモンの身長を測っていこうかなと思います。まずね、ピカチュウ。ピ
スタチューの身長が見えねえな。45センチ。続いてイーブ50センチ。でアローラナッシアローラナッシュ150m くらい体力クリアって言って、ね、丸まいビリリちゃんはビリリちゃんは6センチ、丸まい6センチ。クリアクリア。これステッチさん持ってってたらクリアだったよ。はい、ステージ1クリアです。やった。続いてセカンドステージ M を笑わせたらクリアというものになりますが、さあ、どちらをやりますでしょうか。じゃあサイレントでいきますか。はい、ではサイレントで M を笑わすことができるのか準備ができたら言ってください。はい、大丈夫です。位置についてよーいスタート。あぶねえ。やらとしたんだよな、それ。あぶな。いよいよ運命のサードステージ、マリオと M 両方笑わせて初めてクリアとなります。さあ残されているのはモノマネか一発ギャグか、どちらをやりますでしょうか。モノマネ一発ギャグか。モノマネを選択されました。それでは準備ができたら言ってください。はい、それではいきます。よーいスタート。古池でわかるかな。古池です。色モニアを見たこともないのに色モニアの真似事をやらされています。何だか何だかわからないのです。古池です。もうネタがありません。古池です。二人とも全然笑ってくれないのです。不力です。そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。M の間に行きます。終了。いやー、終わり方はすっきりしてましたけども、残念、ステージ3脱落でございます。感想どうぞ。さっきも言ったけどさ、色もね見たことないのネタで言ってたな何が何だか分かんないいや、にしてはよくここまでやったって感じじゃないですか、ね、では、3人目の挑戦者の登場です。あれ誰だっけ、殺した。あ、マニオ。はい、挑戦するお題は何ですか。ファーストステージか。ファーストステージは私を笑わせたら。M を笑わせるんですね。ではモノマネやります。最初はモノマネです。では準備ができたら言ってください。 OK です。はい、では開始いたします。よーいスタート。エボ元気にゃ
M のモノマネします。はい、どうも M エスコチャージ長女 M にゃ。よく駅にいる女の子、食パン。あー、遅刻する遅刻する遅刻する。マリキ猫。今の笑ったのは鳴ってからこれ。鳴ってから。そう止まってんのよ。じわった。ウィア。ただいまVAR の判定とカメラをチェックさせていただいたんですけど、M が話題出したのが携帯のアラームが鳴ってからだったという判定になりまして、残念ながらマニョさんが失格という判定になりました。アウト。はい、というわけでね、この色モネアではこの我々3人を笑わせることのできる挑戦者を募集しております。はい、というわけで MS 的色モネアでした。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 SNS はこちら概要欄から。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。次の動画でもお会いいたしましょう。バイバイ。